Hey, Chu! Welcome to my channel! 皆さん、こんにちは。ヤナサビーです。さあ、今日もね、仮組レビューっていうよりも、商品レビューしていきたいと思います。で、今日紹介するのは、こちら。イフリートです。今まで作ったのが、イフリートカイと、あと、イフリートナハと作ったんですけど、これは、ただのイフリートです。なのに、プレバン。っていうね。で、ちなみにこれは、機動戦士ガンダムクロスディメンション0079っていうゲームに、出てきた機体らしいんですけど、ちょっと私やってないんで、ちょっとよくわかんないけど、どうやらこのゲームに出てきたらしいです。で、なんかね、どうやら、この頭部のところがね、イフリートカイに比べると小さいらしいんですよ。なんか頭部にね、エグザムシステムが入ってて、ちょっと大きいらしいんですけど、カイは。でもその辺はちょっとね、比べないとわかんないんで、今回はね、頭部にちょっと注目しつつ、組み上げて、それをちょっとレビューしていこうかなって思います。っていうわけで、じゃあ、準備しましょうか。準備の方がね、完了しました。なんというか、ちっちゃいランナーがね、多い気がします。というわけで、これもいつも通りちゃちゃっと組んで、ちゃちゃっと紹介していきたいと思います。はい、仮組の方が終わりました。もうね、言うまでもないんですけど、イフリートはね、やっぱね、本当に出来がいいんですよ。もう可動範囲がね、これはもう言うまでもないんですけど、とにかく素晴らしい。ここの肩のシステムがね、いいんで、生きたポージングができるっていう、可動範囲に関してはもう説明する必要はないですね。むしろ悪かったら逆に説明します。もうとにかくね、いいんですよ。で、この生きたポージングってどんな感じですかって思う方は、前の、イフリート会の動画で私、たくさんかっこいい写真載せてるんで、気になる方は、そちらをチェックしてください。やっぱね、シンプルなイフリートもかっこいいわ。もちろんね、RE のイフリート会の方がすごいっていうのはわかるんですけど、HG ってね、イフリート4種類もあるんですよ。だから、後々こう並べて飾りたいじゃん。はい、後ろ姿こんな感じです。ランドセルのデザインもね、また全然違うんだよね。はい、で、武器はヒートサーベルが4本、電源オフバージョンとオンバージョンが2本ずつついています。これ、ヒートサーベルだったんですね。クリアパーツだから私、ビームかと思ってました。で、あとね、ショットガン、これはケンファーと同じものらしいです。差し替えでロングバージョンになります。ちょっとね、顔のところも見てほしいんですけど、ここちょっとね、小さくて見づらいんですけどね、ちゃんとバルカン砲がついてるんですよ。で、こういうパーツがね、売ってるんですけど、この小さいの分かります？指の隣に置くと分かると思うんだけど、超ちっちゃいでしょ？こういうのをね、埋め込むのも多分ね、面白いんじゃないかなって思います。はい、比較のためにね、3兄弟並べてみました。長男坊でしょ？次男坊、三男坊。あとね、シュナイドがいれば4兄弟揃うんだけど、ちょっとね、まだ買う気が起きないんで、とりあえず3兄弟、用意しました。ちょっとね、真正面から見ると分かりづらいんだけど、上から見るとね、やっぱり頭が、ちょっと小さいですね。でも、イフリートナハトとカイは、同じ頭なんだよね。ってことは、ナハトにもイグザムが入ってるってことなんでしょうか。ちょっとその辺、イフリート勢の方いたらコメ欄で教えてください。久しぶりナハト見たけどね、すごい作りたくなっちゃいましたね。本当はね、全部塗装できたらいいんだけど、ちょっと現実的に厳しいですね。仕事辞めないと無理だわ。はい、というわけで、プレバンイフリートの紹介でした。またこうして新たに仮組が増えてしまいましたね。でもね、本当にどんどん組んでいかないと、ちょっとね、積みプラがどんどん増えちゃうんだよね。最近ではないんですけども、結構前からなんですけど、ちょっとリビングの方にも侵食しちゃってて、本当に箱だらけで、ちょっ
とやばいんで、まあ、こんな感じでどん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 組んでいきたいと思います。というわけで、本日の動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、See you next time. Bye!